なんとなくこっちにお客さんがいるって手で、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあカメラも回りますと、はい、じゃあ音出ます。はい、撮影は初めてで、どうしたらいいのかとか全然分からなくて、ずっとなんか手のレパートリーが少なかったり、ずっと同じ表情だったりして、もっと柔らかく軽く動いて自然に撮れるように頑張ります。研修生の時に My Days for You の歌唱オーディションがあって、その時には落ちてしまったんですけど、今回またこうして歌う機会があったのですごく良かったです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。一応そこ立ち位置なんですけど、はい、そこに戻ってきてくれれば全然動いておかれる。はい、そこまで言ってすみませんけど、はい、大丈夫です。はい、じゃあ出ますか。はい、それでは私の質問まいります。はい、お願いします。一人で生きられてそれでね褒めているの、意地悪心だって誰かどうかしてよ。今回の撮影は緊張しました。でも自分がその歌った歌を聴いてこんな感じかなっていう表現ができたのかなって思います。感想の部分が歌詞がなくて、その曲の音楽だけだったので、その音楽の中にもこういう意味があるんだっていうのを、こう自分の中でその考えて、ちょっと目線外してみたりとか、いろいろ挑戦してみました。注目してほしい部分は、その歌ももちろんなんですけど、表情や手の動きを頑張ったので、そこをちゃんと見ていただきたいです。